ゆうちゃん、なんだよそれ。いや、今度さ、東京から息子たちが戻ってくるだろう。物置に使ってた部屋整理してたら出てきたんだよ。なんだ、結局同居することにしたのかい。あんなに嫌だって言ってたくせによ。いや、なんだかんだ言ってもよ、俺も年だからよ。で、どうなの、治んの？いや、それ治せないことはないけどよ、もうフィルムなんか使うことねえだろ今の時代。 DVD だよ、 DVD。 やっぱそうだよな。速達です。おい、佐藤。はい。ご苦労様。失礼します。あら、ゲンさん、またサボってんの？サボってんの。違うよ、今日は客だよ、客でさ。そういうことだったらこれもいらないから処分しといてよ。いいよ。お父さん。お、これ友明じゃないの。そっか、監督になれたのか。お父さん、行きましょうよ。いいじゃない、行っといてよ。ほら、ほらら、なんてことするかね。お父さん。あいつと縁を切ったはずだ。でも、ようやく監督になれたんですよ。うるさい、俺には関係ない。わかりました。だったら、私一人で行ってきます。勝手にしろ。俺知らねえからな。Yeah.
会っていかなくていいんですか。ああ帰るぞ。大げさなんですよ、捻挫ぐらいで。大丈夫だ。お父さん来てよかったですね。